カラー粘土でひまわりのペンダントを作りました。まず土台になる粘土を置きます。粘土の厚みはクリップの幅ぐらいです。クリップをねじってペンダントの紐を通す穴を作ります。こんな形にねじります。これを土台に埋め込みます。紐を通す穴を少し出しておいてください。黄色のカラー粘土を細く細い三角に切っていきます。これが花びらになります。花びらは16枚。つまんで真ん中にくぼみを入れます。ハサミの先を使うといいですね。花びらは対角線上につけていきます。こうすると均等につけることができます。8枚つけたら次はその間に花びらをつけていきます。花の真ん中の部分は濃い色のカラー粘土と赤いカラー粘土を重ねて使いました。ハサミの先を使って格子状に模様を入れていきます。緑のカラー粘土で葉っぱを作ります。葉っぱの形に整えたらハサミで切り込みを入れてギザギザを作ったり葉脈を入れたりします。これを土台に貼り付けます。形を整えて出来上がりです。乾燥したらフリップの部分に紐や鎖を通してペンダントとして使ってください。